はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、今回もね、やっていきましょう。モンスターハンターライズ。そして、ね、見てください、これ。装備変えました。で、これ装備変えないとは言ってたんですけど、レザーの方が、なんか、なんだろう、なんか捕獲というか、なんか、あれ、スロットのっていうか、なんか、スキルが、その、なんだろう。あれ、回収するやつばっかりなんで、なんか収穫とかすごくいいんで、まあそっちに変えてます。まあこっちの方がいいかな。こっちで変えた方がいいかな。これかな。ああ、これ。自学と体力回復。まあ体力回復は関係ないけど、あとこの、植生学とか。これがね、意外とね、いい。まあ実況取るのは普通の、変えようか。やっぱ変えるか。普通の装備、あ、こっちないか。普通の装備変えるときはこっちか。着替え。違う。こっち。装備変更。これ。おお、早い！めっちゃ早い。こっちやったら、なんかスキルがカゴとか、カジバとか。カジバあんまり、なんかそんなに強くないんだよな、今回。見切りとかあるから、まあ、こっちの方が、まあ、戦闘を行うにはこっちの方が強いか。あ、じゃあこっち行くか。よし、じゃあ、サトクエスト、レベル3、やっていきまーす。この辺は、しょぼいやつは全部クリアして、はい。まずは今日は、フルフル行きます。一個ずつね、どんどんやっていこう。一個ずつどんどんやっていく。アイテムは持っていきません。OK。これ自動でアイテム全部回収してくれたらいいのにっていうぐらいアイテムなんていらない。もうなんとかなる。武器はね、そんなに変わってない。武器なんか作ろうと思ったんだけど、なんかね、いかんせんね、いろいろつけれないというかね、なんかハテナになってわかんないというね。来た、よー、お、出たー、フルフル。うわ、気持ち悪い。こいつね、最初出会った時ね、え、なんこいつとか言って、なんか目が見えないから、そのなんか見つかってないみたいな判定になんないんですよ。見つかってない判定になるから、あれ、こいつなんかボスじゃなくねとか言って、雑魚的じゃねみたいな。実際戦ったら割とめちゃ強いみたいな。友達とやった時に、うわぁ、フルフル。こいつ目がないからね、見つかり判定とかないんだよ。普通ね、なんかあれが出てくるんだけど、黄色のマークが、あれが出てこないからね、最初の頃はね、びっくりしたよ。で、一応ね、ツアーとか、なんだ、クエストとかで一応全部冒険して、全部こう解放してるというね。あれ、なんだ、押せないぞ。これたまにね、操作が逆になる時あるんだよな。これなんでだろうな。あら、なんか聞きが悪い。あれ、聞きが悪い。聞きが悪い。もうちょい強く押した方がいいかな。俺結構ゲームのね、なんだ、ボタンとか結構ね、壊しちゃうから、弱く押す癖をもう大人になってつけて、もうめちゃくちゃ弱く押す癖をつけてしまいすぎて、全然反応しないじゃん。L2 が、プレステ2で言うと L2 が、全然。これ、任天堂もさ、これもう、ボタンのさ、名前さ、一緒にしてほしかったね、正直。L2 でいいじゃん。お前、違う。あ、2人いる。なんだあいつ、気持ち悪い。やめとこう。あー、2人おるじゃん。そっちか。あ、ちょっとおはようございますしとく、一応。これ、あ、こいつ誰？うわ、全然効か。この見て、このボタンの、この連打の感じ。あー、なるほどね。こいつか。こいつなんか、クエストの一番上にあったな。これ走れないとき何だったんだろう。うわ、これめっちゃ近かったんやん、敵。うわ、ミスったなぁ。ミスったなぁっていうか、もうどっちがフルフルか分かんなかったけど。
トゥー。これね、走りながらジャンプするの意外とね、ボタンを指いっぱい使うという。あれ、こうなんかあれ、こうなんか変なの入っちゃった。変なの入った時はめんどくさいわけではないか。うわ、これちょっと待って、これどうやっていけばいいんだろう。お、飛んだか。あ、飛んだね。あ、フルフル今飛んだね。今左下のマップ見てもらうと分かるように飛んでる飛んでる飛んで、おった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 、全然狙いが来た。トゥーン、見つけました。にゃー。でこいつね、叫び声が結構あるから。でビリビリする。来た来た来た、ビリビリ。このビリビリがね、意外と範囲が広くてやばいんですよ。ただ俺はそれ以上に強い。あ、硬い、こいつめちゃくちゃ硬い。せいー、あいたー。何その攻撃、そんな攻撃あったっけ。あ、やばい、3つ飛ぶ。ほら、ただ範囲が狭くなった気がする。こうしてドーン、オッケー、画面なんだ、なんか食った。あー、ビリビリです。ビリビリからのドーン。これよ基本、当たったかどうか知らんけど、これ前に行ってハンマーでボーンボーン。あ、そのバックステップかっこいいな。意外とフルフルのくせにかっこいいじゃん。よいしょー、やばい、なんか動きが違うな。てかコントローラー使いづら。あ、これビリビリ来る、絶対全然来ないでしょ。ちょっとは慣れたよ、操作に。そしてこれ見てください、必殺奥義をね、奥義をね身につけたから。奥義ドーン、かっこいい。そしてちゃんと顔面を当てるというね、かっこよさね。ちょっと避けて、ちょっと避けてない。今ちょっと避けたかと思ったんだけどな。武器出した状態じゃないとこれは使えないという。今カゴ入ってる。あ、やべ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 、助けて助けて、やばいな、やばい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 、あ、死んじゃう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 、あ、死んじゃう死んじゃう。そんなのあったんだ、そんなのあったんだ。レバガチャしたわ久々に。くぅ、フルフルなんぞに負けてしまうなんて。いや、コントローラー悪いわ。コントローラー悪いわよや。全然、こいつ走らんもんね、そもそも。全然走る気せんわ。あ、間違えた。あ、間違えた。こいつマジで許さん。こっちか。さあ、変わってこい。アイテムやって。全然こいつ走らんねんけど。さあ、来い。降りて2回ブンブン、違うね、2回ブンブンやってるのか。このバックステップがね、意外とうざいな。これビビリくるんじゃない。あー、うん、てか、うわ、またすげえこいつ。あ、来るか、逃げたな。あいつ結構上まで逃げたな、すげえ逃げるやん。ね、これね、蓋があった方が早い。うわ、めっちゃビリビリになってん、スーパーサイジン2みたいになっとるやん。さあ、行くぞ行くぞ行くぞ。お前フルフルぐらいマジで倒さな、お前。トウトウ、降りて、ワオ、攻撃があるか。ああ、なるほど、そんな攻撃もあるんだね。オッケー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 、強くなってるね君。これ何、そっちか、びっくりした。ここが、あにゃん、お前尻尾攻撃あったっけ。なんか尻尾攻撃の範囲もちょっとなんか広くなったね。そう届くのか。あ、やばい、危ねー。回復回復全然ないわ。
やばい。回復ない。回復ない。もう無理。調子乗った。このコントローラーじゃ、無理。硬い。硬いし。よいしょー。うわ、ダメージ食らってるやん。わーおー。やばい。これ勝てん。やばい。とんでもない。バックセプション。あ、怒ってる。完全に怒ってる。うわ、もう、うわ、うわ、あいつ、なんか、くそ、そんな顔なのになんか、かっこいいやん。へい。V 破壊か ?V 破壊か。うわぁ、ひるまないなぁ。武器は弱いんかな。うわ、危ない、危ない、危ない。あ、やん。今、疑惑の判定。あ、いや、それやばいな。その振り向きなのかあれなのかさっぱりわからんの、やばいな。これ、やばいです。これやばいです。あんまりあれやな。体ビリビリ。使わなくなってん。あれ、これ相性悪いわ。顔面狙おうとしたら。これやばい。挽回します。一歩前進です。ちょ、支給品。支給品。あー、やっぱアイテム持ってくるべきやったな。ちょっと装備縛りの、回復縛りは無理だな。回復縛りっていうか、まあ、自分で持ってくる、アイテム持ってくる縛りは無理だったな。だが、しかし、こっからダメージ当たらん。食らわんようにする。なんか、変な、なんか、技覚えたけど、ダメだ。技、使わなきゃ、使わないようにしよう。よっこい。相手の行動をよく見て、これ2回ブンブンだよ。そのブンブンの攻撃は分からんのよね。あ、やばい。その首が伸びるのかと思ったら違ったね。あ、これはちょっとやばいかな。で、走ってきて、止まったやつ。あー、なるほどね。オッケー。で、ちょっと爪じゃなくて、ハンマー研いで、いや、強えわ。フルフル強えわ。俺の装備弱いわ。ダメージ食らわずに行きたいね。なかった。ちょっと薬草薬草でもいいけ、なんかないかな。あんまりダッシュして走らずにちょっと拾いながら行きますか。ここにもなんか拾うのあるから、拾ってからの、うわ、あいつ犬みたいな動き。もう魚も取って、待て、魚も取って、どうする、怖いよ。よし、そこです。3とかしか与えてないし。あ、やばい。くー、やばい、言ったやん。うわ、これもう R2 もやべえわ。あ、やべ、振り向きながらの連撃もあるか。最後のハンマーの攻撃は、あれだからね。弾かれないからね。ここら辺でいい。で、羽がない弱点やった気がするんだけどな。ハンマー一回やっての逃げて。これは振り向きながらこいつ攻撃するんだよな、こいつ。なんか特殊。振り向きながらの攻撃はなかなかいいよ。振り向きながらの攻撃ね。これちょっと動いてんだよな、こいつ。もうちょっと動くんだな。あいー、尻尾攻撃か。全然分からんやったな。うし、あ、やばい。あ、連続攻撃なんか覚えてる、こいつ。フルフルのくせに。生意気だ。何こいつ、避けたな。振り向け。あ、バカ、バックステップ。あー、なるほど。おー、ギルかブーか知らんけど、あ、ブーやるやん。ケイ、今のは読んだ。ただしかし、これはダメージ食らったかなと思ったら、破名技はなくなってるのか。声からのビリビリアタックは、おー、モンスターハンターの中では結構、わー、すげー、びっくりした。2回ビリビリとかあるんだ。
ベビーブーそれダメよ。よいしょ。いや、こいつ全然、あ、こいつ脳みそねえんか。こいつ脳みそねえんだ。あ、なんか来た、なんか来てるやん。もうこっち回復ねえんぞ、お前。あ、なんか、よし、来た。よーし。お前、フルフル、ちょっと気持ち悪いけど、もう、やるしかねえ。お、70、すごいね。めっちゃ黒いやん。あ、俺こんだけ食らってたんだ。来た、大技。ほら、あ、そっちじゃない。よっ、ほら、あ、これなんか瀕死状態で使うすごい強いやつ。やお、いいね、いいっすね。あ、逃げるか。うわ、まあいいだろう。でも結構楽しいな、あの乗るやつ。ちょっと批判しとったけど結構楽しい。うわーい、攻撃じゃなかったね。これね、難しいんですよね。 L2 を押しながら、 L1 を押しながら、これやってこうやって、うにゃー、木邪魔。もうしょうがない、まだ下手くそだからこれで登るしかない。オッケー。さあ、これギル、お願い。で、うわ、けっ、ん、え、ああ、そっちに逃げたのか。あの、なんかすげえ、あの操作したやつめちゃくちゃ逃げたよ。全然来ない。お、霜降り、はい、なんそれ。さあ行くぞ、走れギル、走れ。頂戴します。でこれももらって、このケージは何なんだ、スタミナか。でちょっとここら辺でよいしょっと、ちょ、探索しつつ、うの、あ、アシスメタル、バレてる。あいつ寝とったんか。もらいます。もらって、あ、引きずってるよ、お前引きずってるよ。お、あー、疲れてるやん。ドーン、さすがは私のお供ね。はい、どうすこい。やめてー、危ない。これ2回、あ、2連突はないな、怒った時だけか、2連突は。よし、オッケー。こいつ昼間んな、こいつ多分飲みそねえな。こいつ飲みそねえな、うん、あ、逃げる。移動しましたね。なよ、バカーン。なんかさ、アイテムあったよね。あった、竜の涙とか、そういうやつ。フルフル、あ、びっくりした、フルフルの涙とか、あ、かと思ったわ。ギル来い、お願い。これたまに、よし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 、たまにね、ギル来るの遅い時おるんだよ、あるんだよな。でも意外といけるな、相手の攻撃を読めば。うわ、めっちゃ逃げてるやん。トーン、俺の習った必殺の回転アタック。どや、悪く思わないで。回転アタック、どや、かっこいいだろ。私のとっておき、このとっておきを連打するという。容赦しません。とっておきのめちゃくちゃ弾かれるんだ。やっぱこれよ。全然食らわんし、やばい。おいしい、トウガラいいよね。下に行って飛ぼう。頑張らないと。うん、全然大丈夫じゃなかったな。回復ないのにこんな無茶を。あ、バカー。今のは避けれんやったな。回復薬持っていくか。いや、もうね、いや、いける、全然余裕でいける。ちかコントローラーがさ、もうさ、もうパキパキなるんだけど、これがダメなんだよな。いや、いける。よし、いくぞ、再戦。装備とかも変えずに、まあ、とりあえず、ぶち殺します。で、
反省点としては、もうちょっと回復薬を、あ、回復薬、砥石を使うことと、ああ、最初、あれなんだな、12番にいるんだよな、あいつ。砥石を使うことと、もうちょっとこれ拾いながら行こう。ちゃんとね、ちゃんと拾いながら行こう。砥石やっぱ研がんといけんわ。ああ。砥石もちょっとなんか縛ってた感あるわ。もういける。頂戴します。うん、許さん。よし。いいぞ。よーし、いいぞ。これがモンスターハンターよ。拾いながら戦っていく。拾いながら戦うと時間かかるんだよな。で、あいつは？こいつは誰だ？こんにちは。生きてますか？あ、知らんやつだ。あ、いや、倒したか。倒したやつ。はい、こんにちは。バイバイ。バイバイ。これ、こっちから行くんかな？あんまりね、その道がわかんねえんだよね。走るか。バシタが早いんだよな。10番から多分行った方が早いのか？この辺はあれだよな。結構なんか昔のモンハンって感じやな。この遠い感じね。こっから入っていくわけよ。で、着いた瞬間飛ぶという、モンハンあるある的なやつがある？ないね、よし。じゃあ、ちょっと、これ取って、さあ行くぞ！ジャンプからの三角、全部弾かれるし。硬いなぁ。尻尾攻撃か？これは。ああ、尻尾攻撃は分かるようになったな。尻尾攻撃1回っていうのもあるのか。オッケーオッケー。で、バックステップね。俺の嫌いなバックステップ。バックステップ超嫌いやね。今の憎い痛かったね。ジャンプ。逃げた。あ、違う。なんかやってる。気持ち悪い。なんかやってる。お前が、それがお前の、本性か。ちゃんと避けて。うわ、あいつ早っ。その動き、最初から やっときゃいいの。やばいやばいやばい。早く降りてこいよ、お前。おい。ビビりか？予定調和とこっちね。相性マジで悪いわ。気絶がない。気絶ないのマジ相性悪いわ。ハンマーは気絶してなんもなんだよな。あ、尻尾いか？オッケー。あいつ尻尾一瞬見るな。目ないくせに尻尾一瞬見るわ。あ、やばい。しょうがねえな。見せる時が来たな。ボス！ちゃんと顔面を狙う。ああ、うん、見てこれうまいやろ。今の超うまいやろ。な、手慣れてる。もう一回やっちゃおう。ちゃんとタイミングをね、掴んでからのこの攻撃ね。よーし、倒れた。初めて倒れた。あ、気絶した。あ、気絶するやん。これなんでさっき全然気絶せんかった。全然当たらんかった。よいしょー。もう一回。あー、まあ大丈夫。今回はめないから。はめがない。あー、あるある。2回連続、まあ、ランダムだから。私のお供は最高ね。よいしょー。当たらんか。あー、怒った時のね。怒った時はちょっとふざけんどこうか。うーわ、その攻撃マジで嫌い。ほんと嫌い。ほんと、もう世界で一番嫌い。死んだ方がいいと思う。やばい。びっくりした。あ、ビリビリ来るか。あ、突撃。あ、逃げたんか。逃がしません。怖いな。あいつ結構怖いな。怒った時めっちゃ怖いじゃん。あ、走れん。走るんか、これ。走れんのか走ってるのか全然わかんない。フルフルの落とし物。アルビノエキス。アルビノエキス。今回回復やっぱ一回戦ったら相手の攻撃が分かっていいね。まあ、食らい方尋常じゃないけど、一回食らっただけでかなりかなり。さあ走れギル。
フェーン。いいね、この走りよ、これがいいんだよ。トゥー、飛ばんし全然飛ばんや。走れよ、全然走らんし。よし、ビビりか。あー、しっぽ攻撃ね。これ2回しっぽか。あ、2回しっぽや、ね、2回しっぽの時にちょっと遅いんだ。あーお前ら、お前ら耳栓しとった方がいいんじゃない。あ、やばい、ミスった。あー、操作ミス、一歩前進です。死ね、バカ野郎。めっちゃ食らう、食らい方尋常じゃね。おお、なんだなんだなんだ。おお、めちゃくちゃ回復してた。魚いいね、いいやん。魚、魚に当たっただけで回復するというわけのわからん塩。そして63、そしてこれ顔面いただきます。ありがとうございます。はい、ドーン、うまい。そう、尻尾攻撃、尻尾攻撃のね、その最初の何やろうな、あれがよくわからんね。きた、怒ってる。お前怒ってると蹴散らすぞ。どうすん、はい、やばい、危ねえ、危ねえ。これ振り向きざまの、振り向きざまのドーン、全然踏み返し、あ、やめて、危ねえ、今の超危なかった。あのね、大体ね、モンスターって振り向くだけだったんだけどな。振り向きながらのニョン、いいね。振り向きながらの、まあ、攻撃ってあんまりなかったんだけどな。はい、やばい、やばくない、よし、大丈夫。ケツ、あ、もうこいつまた、まだ、また怒ってんじゃん。わお、あー、なるほどね。また砥石忘れてたな。ギルとブーが何とかしてくれるから、俺は、ここでもうやっちゃう。ゆっくりね。ブーとギルが、あほん、ごめんなさい、ありがとうございますなんで止まったなんであいつ止まったん。あ、それ、その攻撃いいね。はい、よっしゃい、どうすこい。なんだなんだなんだ、その攻撃はなんだ。容赦しません。あ、ちょっと惜しかったね。よーし、危ない。こいつあれだな、攻撃食らった後になんかひるみ、ひるみながらの攻撃モーション入るの。あ、これビリビリ効果、危ない。あ、これやばいか。よし、大丈夫。あ、逃げるか。おる、いいね、これ弾かれるのがいいわ。追いかけましょう。魚魚に頼る、回復は魚に頼る。あ、いや、待て、切れ味を戻そう。これ切れ味マジで戻した方がいいわ。魚おるやん、魚、あの魚がすげえいいんだよ。魚来い、魚、魚、フィッシュ、フィッシュ、魚、後ろのやつ、よし、いいね、いいね、魚最高。今日晩飯魚にしようあいつら捕まえて魚料理にしようぜ。魚うますぎやな。さあ行くぞ、また魚おるやん。これ水、水のところいいな。全然走らんし、こいつトゥー、走ってないけど、あれなんか飛べんのか。全然走らんやん。いいよ、怒ってる、めちゃ怒ってる、大活躍ね、めちゃくちゃ怒ってるやん。よいしょー、ゆっくりね。あ、やばい、めっちゃ食らった、一発でこれ、とんでもない。あ、ごめんな、ごめん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 、これ謝るからさ、謝るやん、食らいすぎやん。一発で死ぬかな、こんだけ HP あったらしないやろ。な、一人で遊びに行くよ。よし、いける、うるぅ、さよなら、バイバイ、さよなら、バイバイ、危ない、危ない、マジでさよなら、バイバイするところだった。うわうわうわ、出た、その攻撃強いと思うわ、めちゃくちゃやばい、危ねえ、運よく避けた、危ない。あ、尻尾攻撃、いいね、
これ2回しっぽ攻撃ある。よし、オッケー、ちゃんと避けて。うーわ、やっぱそれマジで嫌い。うん、ほんとそれ、もうそれやったらマジもうほんとお前嫌いな。もともと嫌いやけど、それずるいわ。お、来た来た来た、それ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 ね、やってくれて。なんと、はい、よいしょー、はい、気絶しましたね。よいしょー、よいしょー、最後ドーン。57ってそんなにすぐないような気がするけど、よいしょー、71、いいねー。はい、さよなら。はい、また怒っちゃったよー、また怒っちゃったよー。あ、やめて、それはもっと嫌い、もっと嫌い。攻撃する前からちょっと分かるようになったな。スポ攻撃ね、オッケー。悪く思わないで。悪く思うんじゃねえ。よし、オッケーオッケーオッケー、うまいな。あ、なんだ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 。これ一人でどうしろって言うことを聞いて。突撃離脱か、突撃離脱。やりきりました。あ、やん、プー、魚。回復なくなっちゃった。ギル来い、お願い、魚追いかける。回復がねえ、回復がないと無理。オッケー、もう一回もう一回もう一回、魚もう一回ちょうだい。お、そこ、よし、オッケー。お前何回でもドラゴンボールのデンデがおるからな、近くに。ドラゴンボールで言うとデンデがおるから。あ、逃げた。逃がさん。あら、まあしょうがないか。あ、なんか落としてる。落としてないか。うわ、つえー、マジで HP 持っていかれる。次回からちょっとあれかな、フルフルちょっと強かったな。まだ倒してないけど、フルフル強いわ。あ、肉、あ、肉まであるかいし。さあさあ、俺と勝負だ。え、まだよ、大丈夫。うる、あーん。あーんなっちゃった。うわ、なんかおるやん、お前なんかおるやん。やめて、お、戦ってる。これもしかして操縦、操縦してるときは効かん。うるぅ、あ、強い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 、めっちゃ強いじゃん。わ、強い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 、高攻撃最強じゃん。もう A 連打 A 連打、超強。関係ない関係ない、倒れたか、そのまま死ね。ブッス、これでおしまい。あいつめっちゃ怒ってる。はい、ドーン、掘ってる。やばい、段差があったっけ、吹っ飛ばされた。やばい、うぅ、怖い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 。一撃じゃ死なんけど、これ回収して、回収できねえ。あ、そんな遊ぶけ、危ねえ、そんな遊ぶけ。これ無理やな、ちょっとこれ無理や。相手の終わった後は、うわー、それ無理だって言ってんじゃん、バカ。死ぬ、一撃で死ぬ。尻尾こいくるよ。うわ、びっくりした、死んだかと思った。今あの伸びる、首伸びるやつだったら死んどったの。やったー、はい、ドーン。よし、顔面顔面、尻尾こいき、危ねえ。尻尾行き、そしてドーン、オッケー。な、なんだ、なんだ。あ、相手は弱っています、必ず借ります。死ね、全然決断します。くー、惜しかったな。
また HP とかHP とか全部ギリギリ。いや次回からはちょっと回復持っていこうかな。星クエスト3クリア以降ね。ちょっとフルフル強いわ。縛りプレイとかするもんじゃないわ。あれ何それ、何これ、何これ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 。あ、ちょっとそこの お魚さん私に回復をください。よし、 OK、 十分。めちゃくちゃ向こうに行ってるやん、俺が知らん間に。でもさ、さっきさ、さっきのやつさ、マジで罠とかあったら余裕でさ捕まれたのにな。あいつ寝るんじゃない。あれどうやって行くんだろう、あんまり分からんのよね。こっから行ける、こっから行けそうな、なんか道してる。あ、間違えた、ジャンプ間違えちゃうんだよな。何やってんねん俺、ジャンプをね、罰を押しちゃうんだよな。お願い。いけん？いけんのか。しょうがないな。ギルに走ってもらうしかない。超遠回りじゃん。走れ。はい、フルフル倒したいわ。カットしよう。こんにちは。うわ、めっちゃ走る。うわー、びっくりしたー。あいね、びっ、何あいつ。突然びっくりした。突然の驚き。全然走らないし。なんだこれ、なんか敵おると走らんくなるとか。あい、ちゃんと押せてないだけ。あー、待って。この辺で、ドーン !101!はい、全然当たらんやった。ギル、お前すごいな。耳栓つけてんのか、耳でかいけど。はい、めっちゃ掘ってるやん。ごめん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 。お前そんなの死んかない。うるギリギリ顔面、お前いいかもそんなんしてるから。お前トーン、尻尾攻撃ね。オッケーオッケーオッケー。もう一回尻尾攻撃かな。はい、からのドーン。全然足らんね。でこれをもらうと回復薬できた。あ、これ飲んでねえわ。飲んで、危ねえ。あ、大きい薬まだあるじゃん。なんか今回殴るのクソ早いなと思ったけど、そっか、まだあったんだ。あ、やばい。え、な、何それ、何それ、何それ、怖え。これ振り向きざまの、振り向きざまとかないよねこいつはね。全然学習しない俺。やばい、ここで死んだら遠い遠いことを考える。よし、これなら一撃でしな。あ、あいつの怒りもなくなったな。よー、はい、ドーン。うわーしよ、なんか俺が倒したような感じじゃなかったけど、クリア。敵強いな、普通に強いな。武器作りたいな。いやー、ちょっと回復薬もうちょっと持ってきたかったな。いや、この、あ、次からは回復薬を持っていこう。死んで戻ってくるのめんどくさいわ死んで戻ってくるのめんどくさいし、一回普通に本当にやられちゃったし。敵強え、敵強えってか俺が弱え。いやー新しい技いっぱいあったね。あんなにいっぱいあるなんて。振り向きざまのあの首伸びるやる攻撃、マジあれ嫌い。あれ当たっちゃうんだよな。あれやばいわ。よしよし、よーし。あ、ギルなんか光っぽい。攻撃力上がったんか。結構素材もいっぱいもらえるな。すべて受け取って。一回死んだっけ？一回死んでないよね。よーし。いや、強かったなぁ。いや、フルフル強かったなぁ。いろんな技がいっぱいあったなぁ。楽しい。ただ、最初なんであの、あんなに気絶戦やったっていうのがね、あんまり当たってなかったのかなぁ、というね。よーし。で、次回は、下からどんどん行くということで。お、なんか、娘さんおるやん。
あの団子の、あ、団子もちゃんと食おう。団子も食う。団子も食って回復薬を持っていく。次なんかロワルドロス、ロドギレス、ロドギエス、ロラロラロロアルロアル。よし、じゃあ次回はそうやってねに行きたいと思います。じゃあ武器は、あ、装備は、それのアイテムはもうこんだけいっぱいあるんだから、これをしてめちゃくちゃいっぱいあるから、回復薬10個、スタミナは別にいらんけど、これこんなこんがり肉、あ、携帯食料持って帰れるんだ、38個もあるわ、とんでもないな。アイテムがいっぱいあるわ。とにかく見てよ、これ貫きの実とか1279個。まあそれ以外はまあ、でもアイテムボックスこれ3つしかないんだ。はい、ということで今回はここまでです。いやー、フルーツよかったね。これ30分ぐらい ?40 分やってるやん。びっくりやわ。